どこかな、着きました。あー汚れてる、はい、ちゃんとこの大事にねしてあげて、お客さんに喜んでもらいたいっていう。どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はですね、こちら、京都鉄道博物館に来ております。今回は、鉄友さんの企画で、なんとこの京都鉄道博物館でのさまざまなお仕事を、私鈴川彩子が体験させていただけることになりました。実際に体験していきたいと思います。よろしくお願いいたします。お二人も学芸員さんでいらっしゃるんですよね、はい、ちなみにその学芸員さんっていうのは、はい、まあ、どのようなお仕事だったりとか、はい、大体どれぐらいの方がこの京都鉄道博物館さんにいらっしゃるとか、そういうことをもし可能であれば、はい、お願いいたします。学芸員っていうのは、はい、基本的に博物館で働いてる人のことを言いまして、まあ、その中でも物をこう集めてきたり収集してきたり研究してきたり、あと保存したり、そして皆さんに見ていただくために、こうより良い形で見ていただくために仕事をする人っていう感じですね。ちなみに学芸員さんになるには何か資格とかが必要なんでしょうか。大学で書展の授業をまず受けて、で実習、展示の実習をしたり標本作ったりの実習があるんですけど、そういった実習をした上で、博物館で実際に1週間ぐらい の、はい、展示の実習をさらにして、でそこで認められたら、はい、という感じです。すごい。当館で12人ぐらいの学芸員が働いています。はい、今日はじゃあちょっとよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。楽しみです。まだ開館前のお時間になります。よろしくお願いいたします。まずは何をやらせていただけるんでしょうか。はい、皆さんを迎える博物館の状態にそのために、はい、例えばあちらにあります、はい、電車のライトなんかをつけるように今から入りたいと思います。すごい。この状態からじゃあいつも通りの、はい、京都鉄道博物館さんに、はい、立ち上げていきたいと思います。はい、操作していきますので、はい、ついたかどうかの確認をお願いしたいと思うんですが、わかりました。ついたらできたら指差しで確認していただいてもいいですか。はい、承知しました。行ってきます。はい、お願いいたします。どこかな、どこかな、着きました。着きました。着きました。おすごい。あ、確かにいつもの状態だ。おお、あ、着いた。着きました。着きました。全部着きました。すごい。結構もう本当にパンパンパンとね、うん、リズムよくついていきました。点灯完了です。車庫にやってきました。たくさんね、機関車が並んでおりますが、いや、よろしくお願いいたします。こちらでは今から何をされるんでしょうか。はい、すぐそこにですね、はい、機関車が実際にこう走ってるところですので、はい、結構この車庫の中に、はい、蒸気機関車の煙が入ってますので、特にこの白い、はい、キャプションと呼ばれるところなんですけど、結構すすがついてますので、それのちょっと掃除を今からしたいと思います。やらせていただきたいです。はい、ありがとうございます。お借りします。結構汚れっていうのはたまるともう黒くなってしまうんですか。ね、やっぱり油を含んでたりするので、ずっとほっとくとも取れなくなってしまうので、わかりします。はい、普通のマジックです。わかりします。はい、ロープを超えることにすごく私は抵抗があるんですが、いいですか。いいんですか。わーすごい。わー、じゃあすいません。はい、なんか端からとかの方がよろしいですかね。すごい。私これ機動自転車のキャプションを拭いております。皆さん見てくださいね。これ大変だ。すごくいっぱいありますよね。これは大変だ。いや、こういう努力があってこそのね、やっぱりこう展示品ね、普段我々が見て楽しんでお勉強できるわけですから、
さあ続いて本館1階にやってまいりました。今後ろにはキハ81がおりますが、さあすみません、よろしくお願いいたします。続いては何をやられて、はい、ですね、はい、ほとんどの車両閉まっていると思うんですけども、はい、月に1両だけ、はい、この土曜日曜祝日に開けて中を特別に見ていただくっていう車両公開っていうイベントをやっているんですね。確かに、はい、でそれで次の12月に公開するのがこちらのキハ81はい、もう今からその中をお客さんが見ても大丈夫なように、うんうん、埃とか払っていただく作業をお願いしたいと思います。なるほど、展示公開される前に、はい、お掃除をされるということですね。もともとね、交通科学博物館にあったキハ81、この国鉄特急色はね、存在感がいいですね。でも実際にね、こうやって普段はね入れない展示車両、まあいろいろね、その月ごとだったりとか週末にかけて中に入れるっていうの、これは嬉しいですよね。じゃあ入りますよいしょよいしょ、どうぞ中ご覧ください。はい、あ、失礼します。おー、あー、いいですね、この展示車両のこの匂いがいいですよね。また皿なんかもあるし、テーブルは結構本当にしっかりとね、いやすごい綺麗ですけど、とてももう、でもそれもちろんね、メンテナンスをかなりされていると思いますが、誕生から60年ですか今年で、なんか全然今でも走っててほしい。81の3書いてありますね。全然人が入ってなかったところなので、うん、結構上の方とか埃が持ってたりしますので、はい、こっちの方で、はい、このあれですね、網棚のところの埃を払っていただいて、はい、両方でお願いします、はい、もう落としちゃって大丈夫ですか？あ、はい、後でですね、また掃除機で吸いに来ますので、はい、どんどん落としてもらっても大丈夫です。はいちょっとね、傷をつけないように。あ、でもうちの家の方が汚いと思います。毎回じゃあ公開される車両はこのようにしてお掃除をされてからやられてるんですか？はい、なるべく綺麗な状態で、いやー素晴らしい、皆さんに見ていただきたいなと思ってます。実はこの窓ガラス1枚じゃなくて2枚重ねになってまして、おー、なるほど、なんかを、はい、わあ、すごい快適快適ってすごいです ね、技術がもうその時から、うん、うん、いやー、これすごい貴重な体験嬉しい。ちゃんとこの大事にねしてあげて、お客さんに喜んでもらいたいっていうその気持ち、皆さんもね、ぜひぜひ車内見てみてください。綺麗にしてますよ。さあ続いて今目の前に、ね、鉄道模型が用意されておりますが、あ、よろしくお願いいたします。続いては何を、はい、これは当館の鉄道ジオラマで走らせております、はい、一応ビルの鉄道模型の車両になるんですけれども、うちの模型ジオラマ距離も長いので、そうですね、車輪とかがすぐ汚れてしまうので、今から、ね、車輪の清掃をちょっと行いたいと思います、はい、あ、すごい専用のなんか、へー、動かすんです。そうですね、実際に、なるほど、おお、すごい、回っている状態で、はい、クリーナーをつけて、はい、こういう感じで、わあ、気持ちよさ、わ、本当だ、結構へー、すごい、これも大事な車両の整備ですもんね。そうですね、油を刺して、はい、もう一回回すと、あ、なんか音がちょっと、はい、おお、実際、1ヶ月で1周するようなイメージ、10ボルト電圧計がこの10ボルトまで、はい、なるほど、はい、いきます。じゃあちょっと車輪に、はい、はい、こんなもんで大丈夫ですか、ね、はい、あー汚れてる、はい、で4人とも、はい、このまま続きで、はい、はい、おお、
すごい黒くなった綿棒が。でもう止めてしまう感じで、はい、結構見た目全然もともとね綺麗だったんですけど、こうクリーナーで拭いてみると意外とやっぱりね色が汚れがついてるんですね。じゃあ続いてこちらね、あのモーターがついて、今のようにねこの電気を通しても車輪が回らないものに関してはもう本当に手で自分でね車輪を回してこう挟んで車輪を回すと、なるほど、こっち側に、はいはい、なるほど、コツを今教えていただきました。ここに挟む、あ、本当だ、すごい、ここですね、ここ。普段じゃあ普通に開館中もこういった作業をされてたりとか。開館中も、はい。はこちら本館2階の鉄道ジオラマ展示室です。先ほどね私がメンテナンスさせていただきましたが、たくさんのね千代ゲージ、この中の大きなジオラマ走っております。やっぱり見てください、やっぱり広い圧倒的な大きさのこのジオラマ、すごい。それはやっぱり定期的なね細やかなメンテナンスっていうのが必要になりますよね。いやでもここをね、先ほど私が車輪をねメンテナンスしたあのサンダーバードが走ると思うと、ちょっとこれからなんかより探しちゃいますね。こんなただね1回だけ私やらせていただいただけですけど、車両数も本当にたくさんありますから、これを全てねやって、しかも車輪だけじゃなく他のメンテナンスなんかもねもちろん普段やられてると思うので、やっぱそういう地道とはね、地道にはなりますが、いやーすごいですね。そういうメンテナンスあってこそのね、みんながこうやってジオラマ見て楽しめる。へーすごーい。さあ続いてこちら本館2階、ジオラマ展示室の出口のところにあります鉄道と文化のコーナーにやってきました。引き続きよろしくお願いいたします。こちらは今、はい、たくさんいろんな、ね、資料がありますが、どのようなことを。そうなんです、はい、鉄道って、はい、もちろんその乗るものなんですけども、うんうん、例えば小説の中だったり、絵画の中だったり、はい、あとは CD だ、音楽だったり、映像だったり、いろんなところにモチーフ使われていると思うんですね。本日はですね、こちらの文学のコーナーの中のですね、はい、このお子さん用に絵本を展示しているコーナーがあるんですけれども、はい、ずっと展示しているとちょっと色が褪せてしまったり、はい、状態が傷んでしまうので、はい、展示替えっていうのをしているんですけれども、今日はこちらのコーナーの展示替えをしていただきたいと思います。いいんですか、実際にね、だって皆様が、もちろん目にされるというか、ここでいろんな資料としてね、はい、お勉強もされるわけですけども、はい、そんなコーナーを、はい、展示替えをやらせていただけるんですか。ぜひよろしくお願いいたします。本もご用意していただきました。結構いろんな本がありますね。海外の本なんかも、すごい。あったり図鑑なんかもね。そしてこちらやはり鉄穂さん、たくさんバックナンバーもこちらありますね。どうしようかな。はい、1つ目できました。嬉しい。ちょっと本当になんか素人がねやっちゃって申し訳ない気もするんですけど、でもここは私の、今回ね選んだテーマとしては、鉄道とのこう思い出だったりとかで、あと楽しみ方みたいな、特に鉄道の専門的などうのこうのじゃなくても単純に楽しいっていうのが詰まった絵本だったりとかを集めてみました。見てもらえたら嬉しいな。さあということでこんな感じで、すごいですね、私が、決めさせていただきました。キャプション説明のね、文も手書きで、貼らせていただいておりますので、ぜひ
皆さん、ま、あの定期的にね入れ替えられたり、あの本のね劣化を防ぐために入れ替えられてるということですが、ね、もし機会があったらぜひ私のこのセレクトした本たち、そしてこのキャプションね、見に来てみてください。さあそしてお次は、この京都鉄道博物館さんで、開催されているワークショップに関するお仕事を体験させていただきます。よろしくお願いいたします。まずワークショップは、大体どれぐらいの頻度でやられてるんでしょうか。はい、ワークショップは毎月1回、はい、土日に開催してるんですけども、うんうん、展示物の解説をしたり、はい、あとは工作のワークショップをやったり、子どもさん向けもやってます。いいですね。いきなりそれは予約とかは必要なく、予約はもう基本なしで、はい、本日来ていただいて館内であのポスターとか見ていただいてご参加いただいている感じがサンプルなんですけど、すごい。マスクを皆さん今されているので、はい、ちょっと自分のマスクって分かるようにデコレーションできるようなシール深海族とかすごいいいですね。かわいい。イラストシートがある。あの博物館で働いているスタッフにイラストを募集しました、でいただいた集まったイラストを、はい、あのちょっと加工というかトレースをして下敷き状にして、でお客様にはこれをトレーシングペーパーになぞっていただく形でイラスト作成して、いいですね。じゃあお子さんでもねかなりあの描きやすくというか、そうなんです、あとは好きな色を塗ってもらったら完成するので、確かにすごい117系とか、さすがですね。よかったらイラストシートの中に鈴川さんがあのデザインされてるということで、大元いいんですか、私がこっち側を、よかったら、いいですか、わ嬉しいです、ありがとうございます。ちょっと緊張するす私が描いた踏切のイラスト、サンプル的な感じでね、見本的な感じで色を塗ってみました。まあ踏切のねいわゆる色ですが、もうこれもね全然自分のオリジナルのカラーでやってもいいですし、また違う色で塗ったらね、ちょっと踏切感もまたおしゃれになって、ね、マスクにも合うかもしれないです。ワークショップでこのイラストをね使っていただけるということなので、ぜひ皆さん、12月、今日の京都鉄道博物館さんでのワークショップね、まあ、もちろん他のね素敵なイラスト見本もねたくさんありますが、もしよかったらこの私の踏切使って、シール作ってみてください。さあということで、今日はこの京都鉄道博物館さんで、学芸員さんのお仕事を一日体験させていただきました。もうちょっと私も今までねあの知らなかったようないろんなお仕事をね学芸員さんは、日々されていて、ま、それだからこそやっぱりこうやってみんなにね愛される、快適に楽しく鉄道を、学んだり体験できるこの京都鉄道博物館さんが成り立っているんだなっていうのをすごく感じました。やっぱメンテナンスにしてもねあの貴重な展示品だったりとか、実際にね動かしている車両とか、模型なんかもありますし、まあ、資料をねいかにこう見やすく、伝えやすくできるかっていうのなんかもすごく工夫されてるなっていう風に感じました。次もしこの京都鉄道博物館さんに来るときは、そういった点にもねちょっと注目して、見てほしいなと私も思いますし、またこれで学芸員さんのお仕事、知ったことによってねあのみんな小鉄のみんなはいずれ将来の夢としてね学芸員さんっていうのも候補の一つに、入れてもらえたら嬉しいなと私も思います。大変なんですけどやっぱりすごくこうやりがいがあるというか、うん、私もこう鉄道をね好きな人の一人としてすごく貴重な体験をさせていただきました。本当に今日はね京都鉄道博物館さんありがとうございました。こちらの様子は12月28日発売の鉄オモ2月号の紙面にも載っておりますので、そちらでも合わせてチェックしてみてください。はい、ということで以上京都鉄道博物館さんで学芸員さんのお仕事を体験してみたでした。ありがとうございます。